あとね3時間余りでさ今年も終わりますけれどもそんな中あのフレンド承認をしていく最後の今年最後のフレンド承認まだまだ来年はあの友達増えていくだろうなと思ってます。えっと、あと俺なんかあ今日ね大晦日なんですけどうんとずっとオーバークックの,動あの、えっと、音楽動画を撮ってたんですよ。それ5 6時間間かかってた間に ずっとフレンド申請、フレンド申請って来てたんですよね。そういうふうにリ,リアルタイムで見れることってあんまなかったんで、その人たちも全員今日、あの、特別大晦日なんでやりたいなと思うんですよね。でもこれ一番最初に届ろうとしたきっかけは、なってくださいってまた言ってくれた人が一昨日いいたんで、その人がメインですね。今田彩さんってこの人ね。ですけど、その後連続でなって、あと、コメントをいっぱいくれてたんですけど、 なんか俺コメント返せ見れんねやって、プッシュ通知で来たやつ開いてもないの、そのコメントが。だからこの場を借りて、伝わるかなあって思ってるんですけど、じゃあまず、今田綾さんからいきましょうかね。今田綾さん、ピエロ。この人あの、ストーカーのようになりましょう、なりましょう言って来ていまし僕、ストーカー大好きなんですよ。俺、ストーカーされたいのが夢なんで、本当にそれはありがたいことなんですけど、ピエロさんどこにいる どこにいるあった一等のピエロです。え、これおとといやろやっぱりめっちゃ着てるねってその後なんか年末やでかなこれ。こんなに一気に着て。多分今日だけでこの辺着てるんですよ。多分。ピンポーンってなるだけで音、あの、誰かわかんないんで。あとこれなんか見たことないなあんまり。これアームズかな。あんなアップでかかったんや。これアップでやったな。まあいいや。じゃあまずピエロさん、ありがとうございます。めちゃくちゃ怖いけど。 名前は可愛いぞ。可愛い感じだったのに。じゃあ、この人から行きたいと思います。めっちゃ来てるんですよ、ストーカーのように。承認の儀の動画いっぱいあるんですけど、その承認の動画に5個ぐらい来てるんですけど、1個も俺にフレンドを見せ、あの、あれ見せてくれんのや、ソフトは。ありがとうございます。そんなに言ってくれるなら俺もなりたいですよね。今年も増やしていきましょう、友達。で、イットのピエロさんのやってるゲームってどうやって見るやろ 猫くん。猫くん見ちゃった。ごめんなさいね。<laughs> ごめんなさいねってひどいけど。ひどいけど、今くれたばっかの人になんかなってほしいんです。俺も金欲しいわ。7都大大一新チャンネル好きルナニャン。やっていきましょうか。どっからかな。今日入ったのって。パッパッパーと見ていきたいですけど、多分この辺やと思うんですよね。5個ぐらい見た気がするってなの。ピローンっていうの。あれ本当にピローン、あ、やっぱね。 これだってほんと5時間しか前じゃないこの時オーバークックやってたんですよね。31日になった人だけおまけっていう感じで。この時もやってたと思う俺オーバークック。たっくみ。じゃあ7件も来てたんやありがとう。朝のこの時は起きてなかった。起きてなかった俺。早いな早起きや。早起きと夜中。あ、早起き。ここまでで、ここまでですいません。 じゃあ、ここからね、順番になっていきたいなと思うんですよね。なんか知らんけど、なっていきたいと思ってしまったんで、なっていきましょう。で、また満タンな、なるんで、どうせ。そして、しばらく交流がなかったら、あのー、まだ友達辞めていきたいなと思ってますんで。すいません。あ、この人は見れたんや。しまった、見れんかった。毎回ごめん。だるま、きな。んきか、きか。毎回ごめん。またコントだろう。これ面白いでしょえー、あ、 ちょっと前にさ俺クリアしたんですよ本当にこの前にえっ、ー、とツールズアップをクリアしたんですよで、おバケロイドも面白いよって教えてくれてましたねありがとうございますそのオーバー…まあ後で話そうルナニャンお結構慣れるな俺いつも慣れてないですよあ、いつも慣れてないじゃない結構前にいっぱいなっちゃったことがあったんですけど だるまが逆に目立つね太一お五5日前にあのねあのさ多分クリスマスってやっぱでかいんやなこれこれこの2つきクリスマスにもらったんじゃないだってマリオメーカーにコメントが来るようになったんですよねまたそれって多分クリスマスプレゼントから来てるやろうなっていうのが俺へのクリスマスプレゼントでもありましたでも一番クリスマスプレゼントはたまさんの今回はありましたけどあの コメントっていうのもありましたけどもねいやーもっといっぱいクリスマスプレゼントもストーカーもされたいですね本当にさっきや何してんのみんな大晦日に紅白も見んと滑らない話じゃないやあれも見ないで俺も見てないんやってツールズアップの最後の面に汗かいてましたわすごい疲れたマジで最後のステージはい金が欲しいさん 金持ってるやん。体験版じゃないがん。あ、体験版ってホートナイトや。もうなるか、だるま余ってたら。もう、な、何回も見ちゃったし。はい、ここまで今回はここまで。すいません。失礼いたします。で、まあ、まあまあまあ。今回もらった人は、ホリエンティーヌやってんな。ポケモン。ホリエンティーヌさんから面白いコメント来たの泣いたっけな、あれ。 ああ、ボタンの位置分からんかったんじゃなかったっけホリエンティーンさんも。違ったっけあカ、カマンベールさんか、それ。え、一緒か。えー、っと、この人ですね、今回もらったのは。あ、見れましたね。さっき見れんかったんじゃなかったんでしたっけあ、ポケモンもらったんや、誕生日、あの、クリスマスにおめでとう。そして、15時間以上プレイ、これはクリスマスプレゼントではないんやね。にゃんこだけで100いくんや。 あこれ2つ持ってるんや全然クリスマスプレゼントじゃねえし金持ってるし金持ってんなこの人えっこんなさ9日前10日前とかさ6日前とか連続で初めてやるって3人兄弟ぐらいのクリスマスプレゼントかもクリスマス土日じゃなかったから土日そうだね俺の予測では9日前っていうのは31-9で22その時が休みでした はい。だから、その休みの時にクリスマスプレゼントをもらったと想像します。10万円ってことは21日。21日が土日じゃなかったっけ俺なんかすごいそこの記憶あるんやけど。あれ、まだ10日前なんや。いっぱいあったな、いろんなことこの10日で。ありがとうございます。来年もね、いろんな思い出をさ、このフレンドと作っていきたいなっていうまとめにかかるんですけど、あとはもうずっと雑談してよ。あのさ、あの、さっきまず来た人ね、あ,あの、いつもの昭恵夫人ね。 あ、そう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 。まず、ポニョミア関係ない。ポニョミ見てないと思うけど、あの、オーバークックやってる時に、ロロロロっていうので、インしたんですよ。2年ぐらい前のゲームですよね。そしたら、コメントで、ロロロのコメント、動画にコメント来たから、パッと開いたら、ルイっていう全然違う人が、これ38だけわからんかったって1時間前に来てるんですよね。ポニョミさんとルイさんが、ロロロロなんかは、なんかアップでしたのわかんないですけど、なんか、すごい動きました。ロロロロが、ここに来て。 今年の、今年、あれ去年やね。まあ去年も今年もいい思い出でした。ありがとうございました。はい。あと、秋夫人からも先ほど来まして、これは本当42秒前、42分前ってことで、ただいま実家 NOW です。ああ、そうなんや。実家帰ったよ。ドラクエのあれか。ドラクエ開いてねえな、最近。なんか秋夫人からもしプレゼント来てたらごめんなさいね。開こうあの、お土産か。実家にいて、 今年はオムさんとお知り合いになれて、本当に楽しかったです。オムさん始めたので、始めたの見て、脳トレ買っちゃったし、見てたんや、こっそり。見てたんや、これ開いてみよう。さっきね、脳トレってピコンってこの人もなったの見たんですよ、僕を、そのオーバークックの音楽動画撮ってる時に。うん。音楽動画また編集して来年ぐらいにアップしたいと思いますけど、これやってるんや。<laughs> ほとんど一緒なのをやってる人なんですよね、この人、俺のゲームと。ツールズアップクリアしましたけど、 あの、たまさんっていう人が多分俺より先にクリアしてて、めちゃくちゃ難しかった、今の最後のステージ、本さっき。あの、俺まだね、今から今日夜ね、紅白とかばっつけながら大掃除したいなと思ってたんですけど、めっちゃツールズアップの大掃除に1時間半ぐらいかかってたんで、もう嫌、本当に。最後のステージ辛かった。ありがとうございます。だからもう、いろんな意味で今日でこのゲームをクリアしたんで、 片付けたし、このゲームも片付けたし、今からも片付けます。また来年もよろしくお願いします。またツールズアップもストレッチャーズもオーバークークも終わってないけど、来年もよろしくお願いします。良いお年をときました。真面目に来ましたけど、42分前にありがとうございます。じゃあここでこの場を持って、はい。良いお年をお願いします。うん。あと、ここは絶対見てないと思うんですけど、俺のいろんなさ、あの、 設定系のところの解説動画みたいなのがなんかめっちゃバズってて、SD カードに保存するとか、あの、オンラインバックアップとか、ただ単に撮っただけのやつ。あれね、みんな困ってたよなと思って、それね、それもさっき言ったっけあの、コメントを開いたら返せんねって。だからこの場を持って誰も見てないと思うけど返すんですけど、犬犬さんが、犬犬さんって前なったね、なんかね。あのさ、あ,あ、そう、そう、犬犬さんよりも前に、レイさん。 レイさんがコメントしました。今更さらの質問ですいません。SD カードのデータを本体に移行することは可能でしょうか調べてもわからなかったので教えていただけると幸いです。それといつも楽しく動画を見させていた拝見しても、動画を見させてもらってます。 これね、俺嬉、嬉しいのはさ、こういう設定系のやつって別に俺のゲームと関係なくいろんな人が見てくれてるんですけど、この人いつも俺の動画見てるのに設定系のも見てくれたんやっていうのが嬉しかったんですよ。たまたま一緒にたどり着いたんかな。で、返そうとしたんですけど、返せなかったんですよね。レイさんに返すっていうタイトルにしようかな、この動画。あの、調べたんです、僕も。そしたら、本体に移動すること、移行することできないんですよね、セーブデータは。で、えっ、ー、と、ゲームデータは一回消してからダウンロードするとできるみたいですね。 はい、で、他にもいっぱいあって、ストーカーに混じりながらあの、フレンドなりませんかとかって言ってる人もいるんですけど、なんか見れんかったりしてましたね、僕、コメント、なってください、皆さん。えっとで、犬さん、犬犬さんが間違えてデータ整理してしまったとき、データ復元できるんですかっていうことなんですけど、できるんですよね、ダウンロードの場合は、ソフトの場合は。セーブデータはできないです。 で、渡部健さんからも来てますけど、この人はあの女優、あの渡部健っていうあのお笑い芸人の人の写真で、あの開いたら女優と一緒に写ってたんでな、なんていう人やったっけ、秋田県の、あの人と写ってたんで、多分本人やろうなと思います。えー、と、次が、オーバークックはバックアップできますかっていうの来てますね、岸本京子さんから。7時間前。みんな大掃除してるやな。 バックアップでき、できるんすけできるんすけできるんすけな。それちょっとわかんないですよ。やったことないですね。どうやってやるのオーバークックはバックアップできますか。ちょっとそれだけ見て終わりますかね、今年の。ありがとうございました、ここにいる皆さん。今年も。それでは、この動画で終わることを幸せと思いながら、オンラインバックアップどうやってみるのこれ。熱いなあ体。えー、っと。 どうやってやるんだってけオンラインバックアップって。<laughs> 分かんねえですね。えー、っと、これか。ソフトの、ソフトの詳細管理。ソフトの詳細管理のこれ、これかな危ねあここで新しく出てる、整理するときに自動で選ばれないようにするとか。 こんなのも増えたのもまたアップしていきたいなと思うんですけど、なんかまぁこれ。ちょっとごめんなさい。わかんないですね。オンラインができるかどうかって。オンラインってどこで見れたっけここかなここでプラスボタンを押すと、こうやって見えるんですけど、あ、これだバックアップできていますあはい、えっと、な、何さんやったっけな岸本京子さん。 オーバークックはバックアップできますかできます以上です。じゃあ、来年もよろしくお願いします。失礼いたします。